自己評価基準を作った、NPO 幹事の、田中さんからお願いします、よろしくお願いします。現場の NPO で、言論監視という役目を預かりまして、この1年ほど、仕事をさせていただいています。そもそもですね、相談に編み出したのは寄付を集めて免税団体になりたいんだけれども、税務当局がなかなかいいことを聞いてくれないと。で、そもそもこういったその活動をしている団体の政治的な中立性を証明しようと、どうやってやったらいいんだということで、私のところに相談にいらっしゃったのが工藤さんでした。で、もうお気づきの通り、政治的な中立性なんて誰も説明できないわけですけれども、それだったらということで、たまたま米国の内閣参与長が、政治性とその宗教性、非宗教性、非政治性をチェックするシステムを持っていまして、それを言論 NPO 版というでしょうか、日本版に作らせていただきまして、ようやく今年から稼働しています。今の日本 NPO は、NPO の場合は1億円強、100% 寄付で持っていますけれども、ほとんどの NPO はその財源の8割以上を公的資金に依存しています。でもっと言ってしまえば、下請け化している中で、まさに寄付市場を開拓して自らの正当性というものを自分で説明しようとしている、まだまだマイノリティの存在ではありますけれども、きっとこの存在というものの価値というものを日本社会が近い人が認めてくれると私も信じて、そしてお手伝いさせていただきたいと思っています。今日はご祝儀おめでとうございます。